もうできませんってことはないのかなっていう気はしてます。少しでも音を良くするために試行錯誤して、それがうまくいった時ってすごい楽しい。作ってる側が楽しくないと多分楽しいもんでできないのかなって思ってて、だからこそどんどん進化ができるんだろうと思います。2016年に WM1Z を出したんで5年くらいですかね。こんだけ時間をかけて開発したんで、え、そんな変わんないねって言ったら出す意味がないですよね。で、ちょっとずつの積み重ねでものすごい音が良くなって、今回は高さ広さっていうのがすごく表現できるようになってると思います。全てが乗ってる筐体も無酸素銅の純度が 99.96 から 99.99 に上がってるんですね。ただこのほんのちょっとの差がかなり効果的で、透明感が上がる。グランドの低低効果っていうのは非常に効いてくるのかな。デジタル部の電源をより強化したんですね。そのことによって表現力とかって上がってたので、ものすごく音には影響してきますね。前回もキンバーケーブルを採用したんですけど、太くしたいっていうのはずっと思ってて、音の柔らかさとか繊細さとかっていうのが実現できてると思っています。私たちが求めてる音のハンダを作り続けてるんですが、今回は金を入れることで実現しています。1点だけじゃなくて、全てのところの基板と部品をつける間には必ず全部ハンダがあるんで、全体的な高音質化の底上げというのはできてると思います。デジタル側には銅を削り出したブロックでがっちりグランドを強化することで、デジタル側の悪影響をオーディオに与えない理想的なデジタル系とアナログ系の分離っていうのはできてると思います。モバイルオーディオに対して今考えられるベストは S マスター HX かなと。周りの部品がどんどん良くなることで、同じ IC を使っていても音が良くなっていく。今本当に重要であるストリーミングでも、やっぱりウォークマンとしては今まで以上に音を良くして、かつストリーミングでもどのソースであったとしてもいい音で聞きたい。本当にちょっとしたことの積み重ねだと思ってます。脈々と流れてる技術というのを受け継いできてるからできるのかなっていう気がします。